マルハバンということで、ウィクラスカウト編、まあ93年目のスカウト編をやっていきたいと思います。はい、またねアップデートされて結構いろいろ5ラウンドスカウトネゴシエーターサマーエディションラウンド1とかも追加されちゃってますよね。まあとりあえずはこれからいきましょう。スポンサースカウト、そしてこれが終わってトレーナーチケットやって、でそっからはまあ、oh, yeah. トレーナーチケット、そして10枚抜き、そして先ほどのまあイベント的なやつもやっていこうかなと思います。まあ今回大型スカウトとかもしてだいぶねそのハズル&サバイバル今すぐ無料でプレイしよう、だいぶそのなんて言うんだろう、空きがスカウティングリストの空きができたんで、まあ4人なんで、まあ4人は一応4人分はね枠ができたということで、そこをやろうかなっていったところですね。23から29はまあ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 じゃない。はい、続いてですね、こっちチケットをやっていきます。星5から7のこれで星7来るかね。まあ来たらねだいぶ嬉しいんだけど、まあそう簡単には来ないんじゃないかな。ほらそうだよね、そういうもんなんですよ、そういうものなんですよ。おお、また23から29。はい、じゃあね、10枚抜きやっていこうかと思います。10枚抜き、これ最低保証って何なんだ。星6は最低でも3枚は手に入る、星6は最低でも3枚は手に入る、そして星5が最低保証っていうようなそんな感じですね。さあカモンカモンカモン、5枚抜きはしてほしいな。5枚抜き頼むよ。5枚抜きだ。いやーまあ5、うん、まあギリギリって感じだね。さあこの中にね、確変というか、するものはあるのか。まあ確変っていうのは、星6から星7に切り替わったりすることがあるんだよね。まあそれを願いますよ。さあ次からですね、カモン星7、うわー星7、いやあの星7エースはねたまんないんだよ。いやー来ない。おお、しかも音でっかい今の星7エースが来ないか。星7エース、いやー次でラストいやもう一回か、もう一回次でラストだ。いやー来ないかー、マジか。いやー来ませんでしたね、くそ。じゃあね、早速、プレイヤーマネジメントの方に行きたいと思います。まずは、いつものフリーユーロから行きましょう。でね、エナジースカウトもだいぶ溜まったような気はしないことはないんだけど、どうなんだろうね。有効期限というか、期限付きだから早めに回しとかないとっていう風なこともあるんだけどね。星4かな。はい、でエナジーは今レベル2になって、星6以上は確定という感じですね。でまだあと25日はあるから大丈夫かなといったところですね。でこれもまあ早め早めにしとかないと、やっ
このウィクラをやってるユーザーとかが回すとね、減ったりするんですよね。そうなので、まあ早めに回しときたいなと。でこれは、いらないな、別にペスを消費してまでやりたいとは思わない。うわこれ欲しいよな。イングリッシュリーグってなんだよ、イングランドリーグ。まあこれとレジェンドセレクションスカウトボリューム4と、まあこれはな、これやってもいいけどな、一回、きついね。まあこいつとこいつをやっていきます。とりあえずは20ペースで。さあこれでベッケンバウアーとか、ベッケンバウアーとか来たらやばいよね。まあオリバーカーンとかでもいいけど、マテウスでもいいな。おお星6来た。これはおっと、これはセンターバック、ディフェンダーのボアテングの方ですね。今僕たちが持ってるボアテングとはまた違う。うお最強じゃん、ボアテングは強し。そして、ナイスですね、特性ゲットです。そして、これをやっていきますね。まずでどうしよっかな、30やろっかな、30やるか迷うな。さあこっからね、頼むよ星7。いやー最低保証か、確変。あーザパータ、ザパータはないよ、ザパタか。ザパタ俺持ってない。 OK、 お次でスカウトポイント3でゴールドコンタクトですね。わーもうこれ30いるじゃん、30ペス。この30ペスエクストラボーナスアイテムがもらえる30ペスをやるのか、この18アンダー、まあ10アンダー20の、まあエッジがね20若いんだよね。これも一回やっときたいよね。やっぱりイタリアウェファユーロ、スペシャルトレートが付きの、星6確定で、まあこれも一つはやっときたいね。じゃあこれやっていきましょう。まあちょっと貯めないといけないんだけどね。さあカモンカモンカモン、頼みます星7で。次こそ、いやいや変わらない。誰誰これ、誰ダムダムダムスダムスガード、ダムスガード。あーでもなんかツイッターでとか見た覚え。はい、ということで、まあ、この辺でね、終わりたいと思います。それでは、バイトラー。